皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今回もシールド側のダイマックスアドベンチャー行ってみたいと思います。ラティアス、いや新しいの来た。ちょっとお教えてもらおう。え、今日ラティアス行きましょう。ラティアス、ラティオスはもうすでに出会ってて持ってるんですけど、ラティアスね、持ってなかったんですよ。ちょうど3つ。マジで本当にビルタルに勝ちたい。とりあえず今日はラティアス、みんなで挑戦行ってきてみたいと思います。それではレンタルするポケモンを選んでいこうと思います。私2番目です。ユンゲラーかマタドガスかミルタンク、どれがいいんだろう。じゃあマタドガスにしとこう。とりあえず、お、丸役でいるけど虫タイプの技がない。ラティアス、ラティオスはエスパードラゴンタイプなので抜群。取るんだったら氷タイプ、その他だと虫タイプ、ゴーストタイプ、アクタイプとかでいきたいんですよね。虫いましたね。虫ぐらいしかいないのかな。なんかパッと見た感じいなかったですよね。虫側行ってっていう感じなのが一番いい気がしますね。じゃあ虫から、テッカニンかな。なんかそんな感じですね。違うかな。あんまり会ったことないんですよね、虫タイプの道って。今まで出会ったことの数が少なくて謎ですけど、多分飛んでたし。テッカニン、かわいいかわいい。それでは、行ってみたいと思います。化学変化ガスだった。化学変化ガスとは、ポケモンが場にいると全てのポケモンの特徴の効果が消えたり発動しなくなります。これあんま良くないな、まあ、熱風があるので、これでねやっていっちゃおうかなと思います。とりあえず倒しましょう。はい、それでは選んでいこうと思います。虫タイプの技持ちであるのでテッカニンは連れていきたいですよね。みんなが選ばなかったら手持ちを交換していこうと思います。あ、選ぶ？じゃあ私このまま行きます。一応ね、悪の波動で悪タイプ技は持ってるので抜群は取れるんですけど、化学変化ガスがいいかどうかっていうところが微妙ですよね。次、毒か草か格闘か。いやー、草？格闘？みんなどこ選ぶんだろう。今あの研究員のお姉さんがいたのでこっちにしたんですが、格闘タイプはエスパーには今一つになっちゃうからあんまりなんですよね。お、毒に行きますか。毒タイプ選択します。何事もなくぶつけられるね。毒技に関しては今一つとか特にないので、入るは入るけど抜群ではないっていう感じになりますが、なんとかなりそうな予感します。おお、久しぶりに見たドラピオン。ドラピオンもあんまり会ったことないかも。あ、そういえば虫技持ってたりするような気がしますね。結果が楽しみです。では行ってみたいと思います。はい、それでは見ていこうと思います。これ私も変えたい。お、向こうに行ってる。え、テッカニン、あれかな、そんなに強くなかったっていうことかな。お、ちょっと待って、研究員のお姉さんいるよ。変えてみます。でもなんか変えなくてもいい気がするな。みんな変えるのかな。あ、変える。じゃあ変えないでいくそう、こういうの結構大事なんですよね。そして道はエスパー、地面。地面。お、みんなエスパー選んでる。じゃあエスパータイプ、マンタインかなと思うんですけど、どうでしょう。
いします。ネイティオだったね、全然違った。あ、そっか、エスパータイプだからね、水じゃなかったもんね。では行ってみましょう。悪の加藤残しておきたいからちょっとだけ使おうかな。とりあえず倒します。はい、ネイティオで最後の選択です。怪しい光持ちだったりするんですけど、このまま行こう。多分ね、このまま行った方がいいような気がします。多分いや、待ちに待ちました。ラティオスはソード限定なんですよね。シールド版で遊んでるのにシールド限定のラティアスが出ないって思っていて、ここまで来ましたが、まさかシャクヤちゃんから教えてもらえるとは思わなかったです。出た、かわいい。いや、水の都の守り神みたいな。それでは行ってみたいと思います。今回はみんな結構抜群技持ってたりするポケモンで来れましたね。こんな感じです。なんで私は悪の波動をずっと打つという感じでいこうと思います。虫ゴースト悪タイプと氷、あとドラゴンでもいいんですけど、ドラゴンタイプドラゴン連れてくると結構きついので、そこはね回避できたんじゃないかなと思います。ミミッキュはゴーストタイプ技持ってるから多分大フォローで削ってくれるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。まだ化けの皮剥がれてないミミッキュだもんね。あ、思念の頭突き当たらない。あ、来たー、大フォロー。結構削れると思うこれ。あー、でもそんな感じか。そして防御が下がっていくシザークロス、いいね。虫技、悪の波動、あ、これだけなんだ、ごめんなさい。あんまり当たってもあんまりなんだ。でもね、ゆっくりは削れてるからいいか。まあ、そっか、威力、そうだよね。困ったな、特攻がそんなに高くない個体な気がしてきたよ。頑張りましょう。守り神ミミッキュみたいになってるからなんとかいけるんじゃないかと思うんですけど、あれ、同じタイプになった、それは効くんじゃないあれ、そういうことだよね、それは効くと思うよ。で、多分ゴーストタイプになったって感じなんじゃないかな今。あ、残るドリルライナー、あ、いった、ありがとうございます。早い、嬉しい、早い。じゃあ間違えないように捕まえるにして、ちゃんとマスターじゃなくてプレミアボールを投げます。まだ55個あるんだよね。でもだいぶ少なくなりましたね。100個ぐらい持って冠の雪原始めたんだけど結構投げましたね伝説系はね、だいたいほぼほぼプレミアボールで高速は捕まえられてかなり嬉しいです。ありがとうございました。はい、では色がいるかどうかね、色違い確認もちゃんとしていこうと思います。テッカにドラピオン、ネイティオ、ラディアス、普通じゃない、普通だよね。テッカに、はい、ドラピオン、あ、横行っちゃった、ネイティオ、ラディアス、ラディアス連れて帰りましょう。多分強さを見るとかで性格を見て個体確認する方もね多いんじゃないかなと思うんですけど、もう出会ったからにはこの子を連れて帰ります。ありがとうございます、嬉しい。ボックスに送っておきましょう。で、私今思ったんですよ、これ消えちゃったけどさ、ラティアスの場所知ってるんだったらシールド限定なのでソード側と一緒に遊びに行けばよかったってちょっと後悔してる感じです。ちょっと後悔してますけど、まあいいよね、また出た時にね一緒に行こうかなって思います。ほら、この前出た投げつけ猿、色違いの子もいるんだけど、とりあえずラティアス見ましょう。
ソードで遊んでた時はソード限定しかゲットできてなくて、ラティオスだけしかいないので、ピンクのラティオスはね今回初めて見ます。あ、やっぱちっちゃいね、ラティオスと比べると。すごい可愛い。いいねいいね。ちょっと待ってね。はい、お、あんまり変わらないかな。うん、これはあれですね、多分水の上とかも一緒に来てくれると思うので、またね連れ歩いて遊ぶに行こうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!